ことあるこの人。こんにちは、こんにちは。
かわいそうだよね。シュナに怒られたから、ね、冗談抜きでかわいそうだね。シュナに怒られたから、ね、やんないらしい。ね、こいつはのんきなのだから男の子しか好きじゃないの、うん、なのに女の子に対してこんなことこんな感じなんだよ。女の子そうのんきっていうのは男の子とか異性だけが好きっていう、うん、普通のストレートのこと言ってる、うん、どうしたらいいの君の気持ちの名前を残すにはああ春みたいな純粋な気持ちであなたを好きにはなれないのもう戻れないのごめんねごめんねただし、うん、そう天然ただし違うまだいいただしじゃないよただしでしょ女は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 女
年か。いや、16って書いてあったわ。何で年聞いたの？もしかして同い年かもしれないね。やべえ、かわいい。もう私の心はボロボロです。思わせぶりされて赤いね、顔が。4日前に彼氏に振られてさ、こんな女の子にさ、思わせぶりされてさ、赤いな、顔が。シロも助けてくれない。いや、これはドッキリあれんだよ。え、中学生の時もこんな感じあったの？こんなに激しくはないけど、距離は近い。なんかずっとこう、こう、ずっとこう、そんな感じ。おはよう、みたいな、そんな感じよ。調子乗ってると本当にするよ。いい、うんって言ったよ、こいつ。のんけのくせに。で、いいんだって。友達じゃないか。いいんだってさ。そう、ピンク髪の子可愛いよね。とても好き。俺男だったら本当に襲ってるけど大丈夫？女の子だからそこまでさ、だっての襲わないっていうかさ、理性保ってるけどさ、男だったらもうビンビンだよ。やだよ、ビンビン。ガチな方で、ガチな方で。ビン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 冗談。もうやがれ、ビンビンビン冗談言えないでね、愛は。またマスクして、マスクしやがった。誰でも良くない？なんていうの？
この曲好き、イエイ。
たくさんやりました。そしてこのやりました。恋もしました。でも何もかもが信用できなくなりました。お前の話は聞いていなくて崩しても愛は生まれない。手首いちご出しても傷跡キモくてちぎれちゃい。ピカピカピカどうしよう。
彼女しか見てない。ここちゃん、うん、食べてこなす。やってるよね。すごくない結構。全部ストーリーのやつで、これとかも。いかがせのストーリーを更新。だって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 。見合わせする。見合わせ。自粛にさ、なんかどうしちゃったよね。なんか今日様子のストーリーをこうしてました。逆にさ、みずきちゃんがあの山田くんだっけと遊んで様子のストーリーこじっちゃえばいいんだ。検討っちゃえばいいんだ。そしたらこっちがどうなる。いやだからそれは普通に直接山田くんに来ただけだったっていう。あ、さ、山田くんも様子してるわけじゃん、うん、ここちゃんのストーリーを載せて、うん、だからあれはもうどっちとも様子してるわけじゃん、うん、だからもうその生姜の間俺が様子上がってるのとあっちでかわいそうじゃん。なんてあれあるのって言ってたり。逆にそのヤマトくんが匂わせが好きなだけかもしれない。あいる、あらいるよね、そういう人、うん、いるいるいる、ね、好きじゃなくても匂わせ。そうそうそう、いるいる。え、なんか普通に女の子、男子でも匂わせするというか、なんか男子同士でもするいるいるよね。なんか女の子と見せかけてさ、可愛いよね。ね、ありがとう。本当にガチで可愛い、ガチで可愛い。え、マジで結構学校でめっちゃ可愛い方だった。え、うちの中学校めっちゃ可愛い子しかいないけど、マジで可愛い。昔は本当にみんな太ってたね。昔の方が太ってたけど、あ、でも逆にポチャポチャしてて、うちは抱きがか、抱き心地、抱きがかい、なんていうの、抱きがいがあった。え、だから好き。カメラ好きじゃないんだよ、シナ。うん、俺も普通に好きじゃないんだと思う。そこが見なくていいよ、見ないで、うちのだから。本当にやばいよこの人。本当だからうちずっと TikTok やりなよとか言ってるけど、絶対やった Twitter もう顔出しなよ、絶対伸びるよって言ってんのにやってくんないの、マジで可愛い。ありがとう。おーい、どうしたの、どうしたの。結構精神バロバロ。なんで、なんで、なんで、どうした。みなみにもて遊ばれたから。遊んでないよ。そしてヤマトくん、あ、そりゃそう、かわいそすぎる。いや、いい人いっぱいいるよ。うんね、ヤマトくんはもうクソだよ。聞いてたらどうすんのよ。ねえ、トコちゃん見てるかも。ごめんね、トコちゃん大好き。大好き大好き大好き。結婚しよう、結婚しよう。ごめんなさい、本当に申し訳ない。本当に申し訳ない。あの、ちょっと関係なくね、ここないんでしょ、うん、あ、スパークルだこれ。そう、え、めっちゃ好き、スパークル。アカウントないよ。あ、ないよアカウント。ないよないよ、何言ってんの。ありがとう、うん、じゃあ、おじもしてあげる。いやー、エッチ。なんでなんでだよ。だってじゃがりこ全然食べてなかった、うん、大丈夫さん、もう無理やん、匂わせするようなやつなんか。そうだよ。待って、こいつ悪口言ってきた。ちょっとモデレーターさんと見当たりしてくんないかな。これ普通にわかるんだけど、あの、あれだって、なんて言われた、翻訳しなくてもわかる、こいつ。まあ俺がしちゃうね、見るとわかんないと思うから。俺が普通にブロックすればいい話だわ。さすがにいけないよ、韓国語で悪口言うの。キモいな、本当に。
言語分かってないからってやるのはダメだよ。ファッキュって書いてあって、韓国で、うん、あのウだけのやつってファッキュだから、うん。